物作りあんなも珍しい。ちょっと今やから。特に新鮮なのだけだから。私はウサギにあのフライドポテトで食べてる。フライドポテト。ここ覚えてんの良かった良かった。ここのフライドポテト美味しい。あ、美味しいですか。一個遅れる、これ。自分でそこから売れてるやんか先輩マサジェに書かれてたよ島ちゃんとファンガンさんお前ほんまにいい仲やいやほんでええ